ニューモ原子力発電環境整備機構は昨日夜、鴨江内村で対話の場を開き文献調査の進み具合や今後のスケジュールなどを説明しましたこの中で来週13日に経産省で行われる審議会で寿都町と鴨江内村で進めている文献調査の報告書の原案を公表すると明らかにしました。 報告書のの原案は700ページほどどで、で次の段階であるる概要調査を行う候補地などが示されるとみられとらます。報告書は審議会での複数回の議論を経て完成する見通しで完成後は各地で説明会などが行われる予定ですののの次の概要調査に進むには知事や町村長の同意が必要で,ああで,で鈴木知事は現時点では反対とする考えを示しています。